おはようございます。今日は6月26日ですね。気温が 27.5 度、湿度 79%、室温 24.8 で、湿度 62% ですね。外雨降り始めてですね、多分ここから湿度は上がってくでしょうね。まあ、その代わりと言っちゃなんですけど、昨日みたいに32、3度とか、そういう高い温度はもう今日はないので、まあそういう意味合いでは過ごしやすいんじゃないですかね。はい。そして今日の、コーヒーですね。青空の誘惑夏空の誘惑っていうのが、簡単に言うと深入りオンリーの、ブレンドだったんですけど、青空の誘惑はですね、キリマンの深入りと、あと、コロンビアとブラジルという、そこの2つは中入りというタイプの、ブレンドになっております。まあ、簡単に言うと、深入りと中入りの、まあ、味幅を作るために、まあ、やる、よくやる手法なんですけど、実を言うとこの中入りでその3つを、使ったブレンドっていうのが、小さな初恋っていうのがブレンドあるんですけど、その場合の配合は、この、今回の青空の誘惑の1対1とは違うわけですよ。1対1対1中タイプではないわけですね。で、実を言うと1対1対1で、これ中入りで試した時に、その小さな初恋と比べるとちょっとというふうに、なりましてですね、じゃあって言って、深入りの、キリマンの方を使ってみようというふうになったといういきさつがあるわけですね。そして、今日の、格言ですね。もうワクワクシリーズです。はい。ワクワクは一瞬で花開く。今、棒の中のワクワクは、あれなんですね。コーヒープロを、発展させる、進化させる、アピールするっていうことが、まあ、ワクワクなんでありますが、そのために、ちょっと頑張ってブログとかなんかも書くようにしておりましてですね、まあそれでどのぐらいの効果が出てくるかというのをちょっと、棒の中では検証したいなと思っとるわけですね。まあ基本的にはあれなんで、いけると思った時はやたらやる気になるタイプで、であダメだと思うとね、一気に熱が冷めるタイプなんで、とにかくやる気のある時に一気に、ある、場所までは一気に上がっていかないといかんのでね。はい。それではお湯を用意します。はい。お湯が用意できました。それでは行きましょう。真ん中にお湯差します。実際にブ
ブログにまあ力を入れるなんて、まあ本当に久しぶりっちゃ久しぶりなんですね。あの昔ハテナブログをやってて、ハテナブログで、あ、これはいけると思って、こうすごく熱心にやってた時期があるんですね。まあそれで、まあ、あの通販の方に人を呼び込み、まあ通販で、まあ、そこそこ売れる状態を作った、ことはあるんですけど、ハテナブログ自体が失速し、僕の気持ちも失速しみたいな感じで、まあまあ興味が失せてしまった部分もあるんですが、今回コーヒープロの方にですね、まあブログの部分ができたわけです。でそのブログの部分ができて、そのブログの部分を使ってみてですね、で、あ、これはいけるなと思ったわけですよ。というのは今まで、まあ、ブログをやったことがないわけではないですけど、ある意味通販と完全なる連動してるわけですよね。まあ玉城の時代も、玉城の時代っていう言い方おかしいけど、玉城もワードプレス使ってたわけですけど、あの当時はシーサーブログというのがあって、そのシーサーブログの方に書き込むみたいなスタイルではあったんですけど、今回みたいに完全に、ワードプレス内でブログと、通販が連動した状態、あ、忘れた。ブログと通販が連動した状態で、まあ、やっておる状態っていうのは、あ、これ結構いけるかもしれんなっていうふうに僕なんか思ったわけですよ。つまり、ブログの方に、人を、取り込んで、くれば、ある意味通販のところにものすごく、あ、この通販こういうことをやってんだっていうふうに、興味を持ってもらって、その興味を持ってもらった状態から、まあその、商品の関連商品までを、ある意味自分でコントロールできるですからね。アマゾンとかなんかでいう、おすすめ商品であったりとかなんかって、まあアマゾンが、提供した部分でしょうけど、それに対して今のコーヒープロっていうのは、ブログを書いてる側、もっと言うと、通販をやってる側が全部おすすめ商品から全てのものを、自由裁量でコントロールできるわけですよ。それが結構、連動させると、例えば今この金輪くんを使って、まあ、この20杯出しのコーヒーを立ってるわけですけど、この金輪くんの解説を普通だったら、通販だと、まあ、金輪くんの写真が出て、少し説明が入るっていうのが、まあ、ほとんどのパターンだろうと思うんですけど、ブログの方で、金輪くんの、解説とかなんかをこうみっちり書き、そこから通販の方にジャンプさせるみたいなことも、すごく連動性がいいわけですね。だからこれならば、もう完全に、まあ商品の説明だとかそういうものをじゃんじゃんとブログに書き、そこから、通販の方へ結びつけるみたいなスタイルが、結構いけるんじゃないかというふうにこう思うわけですよ。まあ、とりあえず、そんなこんなをこう頭の中である意味妄想してですね、このワクワクが、どんどん広がっていっとるわけですね。でその時に、まあ、一番大事なのはそのワクワクはいいと、まあ、当然、その、アイデアはいいと、それでいいと、ただ実際に人を集めてこないかんじゃないかと
今までずっと、ブログも、もうほったらかし、ホームページもほったらかし、ツイッターだってもうずっと、やってもいない中道状態で、人を集めれるのかというふうにまあ思うわけですが、まあだから集めるように頑張って今ブログを書いて、ツイッターの方に連動させる努力を、昨日ぐらい、昨日その前ぐらいからこうやっとるわけですね。まあとにかくその辺で、できる限り、ツイッターや、ブログの方に、人が集まってくるような、形にするにはやっぱり少しでも多くの告知が必要だし、興味を持ってもらえるような、ある意味仕掛けが必要だし、まあそういう感じで、そんなこんなで、ブログツイッターをちょっとの間はまあ熱心にやるぞという気にはなってるわけですね。だからある意味まあ昔、ブログをやってた時代、ブログをやって、ホームページも熱心にやってた時代っていうのも完全に、まあ今のコーヒープロのまあ路線とちょっと似ているわけですけど、こうまあコーヒー屋のまあ裏話のようなものから、僕が作ったよくわからん装置から、なんかかんかをこうどんどんこうまあ紹介して、それで人を集め、その人を集めたので売り上げを作るっちゅう、まあ一つのこう形ができてたわけですけど、それと同じことをまあ今回もちょっとコーヒープロの方でちょっと頑張ってみようかなと思っておるわけですよ。だからまあ、そのために、まあそのためにという言い方おかしいですけど、まあ代表がわざわざブログもワードプレスの中に作ってくれたりだとか、まあいろいろとまあ頑張ってくれておるので、その、頑張りにはですね、やっぱり報いにはいかんというふうに思うわけですよね。で、報いるっていうことはある意味まあ僕が三日坊主にならんことと、もう一つはやっぱり結果を出すことですよね。まあ結果っていうのは、この場合コーヒープロっていうのは通販サイトなんで、売り上げを出すっていうことなんで、売上が出るように、僕としては頑張るつもりなんでありますね。だからそのための、このワクワク習慣ですよ、とにかくこのワクワク路線でですね、ちょっとの間突っ走ろうかと思ってるわけですね。はい、とりあえず本来1分の蒸らしですが、ちょっとタイマー押すの忘れちゃいましたもんね。ちょっと、蒸らしがしっかり、できた状態で、コーヒー立てましたね。だからもうお湯の通りが全然いいなという感じで、ガスがきれいに抜けてて、コーヒーは立てやすかったなという気はしました。代表、コーヒー入りました。今日はですね、あ、ちなみに今日あれですよね、夜試飲やるんですよね。うん、のつもりですけど、なんかトラブルとかなければ。いや、トラブルはないですよ、我々完璧ですからね。はい。あ、でもちなみに別に玉木はブログを連動してなかったわけじゃないです、はい、ブログっていう、はい、
位置づけなのか告知っていう位置づけなのか別として書いていたわけですよ。記事はあって、はい、別にさらにシーサーっていうブログを用意するだけで、この記事を書いて連動させるっていうところはあるんですよ、うん、玉木は。はい、はい、いやだけどもう今回ワードプレスのあのブログがついてちょっとやる気満々になってますから僕は。はい、はい、結構うまいじゃないですかこれ。やっぱ深入りが入って、あ、よかったですね、うん、なんかやっぱちょっとあれね、時間をあの切り、ま、の深入りの方が、うん、時間が経って落ち着いてこないと、ちょっと最初暴れてましたね、焙煎してすぐが。これだったら深い初恋の方がうまいわと思ってたけど、今は全然美味しいですね。まあこれ定番で出してもいいですけどね。いや青は定番なんです。あ、そっかそっか、あ、はい、そうだったそうだった、これは美味しい。あ、そうだそうだ、これは定番ですよ、うん、そうでしたそうでした、夏は夏しか出てこない。あ、夏限定、はい、はい、そうでしたそうでした。もうどっちがどっちだかもう、じゃあ全部そのまま残せばいいじゃないですか。まあ残してもいいかなという、昨日飲んで、ああ、結構美味しいなと思った。だからやっぱ霧丸の深入りがぶっついてこないとダメなんだろうなっていう気が、うん、しますね。だから霧丸の深入りどんどん、出していくことを考えると、この2つのブレンドがあった方が多分、うん、回転させやすいかな。商品説明少し変えた方がいいんじゃないですか、中川さん。あれちょっと、ちょっといかんですよ、あの書き方は。私売る気あるのかなって思ったもん。正直すぎるっていうか。いやいや、確かにこれブレンドした時はどうかなっていうのはありましたけど、うん、このぐらいだったらあれですね、全然 OK です。ちょっと OK でしたね、甘くて。やっぱりね、酸味のあるコーヒーはこう深くなってくると甘さが強くなってくるので、うん、そういう意味ではその酸味が苦手だからキリマンはっていう風に、うん、なんていうんですかね、頭ごなしに決めつけてかかるのはいかがなものかと思うんですよ。だ、結構これはあれですよね、売れそうですもんね、うん、美味しいですよね、うん。なんでこの店にキリマンは深入りがないのかよくわからなかった。理由は簡単ですよ。もともとが深入り自体は昔はそんな売れる感じじゃなかったから、ガテマラの深入りしかなかったんですよ。うん、うん、それでアイスコーヒーをちょっと作るのにとても生をこう混ぜてから焙煎するっちゅうことでハンドピックやったわけですよ、生を。でそのスピードだととてもじゃないけどアイスコーヒーが追いつかなくなって、結局単品でもう、焙煎深入りをこうやっといてからブレンドするっちゅうスタイルに変えたわけですよね、うん、それだからアイスコーヒーで使う深入りが全部できたわけですよ、うん。だけどキリマンは別段そこに入ってなかいいもんでしょうがないですよね、深入りとしてなかっただけですもんね。でこうなるとあれですよね、もうこれで、ことごとく深入りができたわけですよ。でも私的にはメキシコとかは深入り持ってってもいかがなものかと思うので、うん、あ、そう、じゃあここまでか。メキシコもやります？いやいや、やんないやんない。私はちょっとメキシコは深入りにしてもっていう気はしますけどね。キリマンは絶対欲しいっていうか、うん、思ってたけど、メキシコここまで行きます？いや、やめときましょう。とりあえずこのキリマンで、ガンガン売るようにして、その後また考えますけど、多分メキシコまで行かないですね。メキシコから行きますもんね。私は、うん、や
あの今ガテちょい足しがガテマラの深入りで2割で全部ガテマラの深入りなんですよ、うん、ちょい足しって、はい、そうじゃなくて元のベースの深入りの、ちょい足しをやってみたいと思ってるので、うん、陽気なセニョリータはメキシコの深入りが必要になってくるんですよ。まあそうですけどあのね私のこの推理が推理っていうかよあ今思ってるのは、うんガテマラの2割じゃないですか、はい、そうですよ。でじゃあ例えばベース E ブレンドだったらモカだからモカの2割にして、うん82で合うかっていうと合わないかったことが多くて、うん、これ3割なんですよ。3割、うん、73だと思うのね。あじゃあちょい足しの、73バージョンはモカだとか、うん、そういう風になった場合はそうベースの3割の、うん深入りを混ぜる方、うん、混ぜるとうまくいくんじゃないかなと思っていてそこはまだ検証してないんですけど、うん、なるほど。だってガテマラの3何あの単純にガテマラを元のベースの深入りに変えても、うん、美味しくないのよね。うんうん、うん。7、3だと思ってるじゃんね。あー、なるほどね。そう、うん、そこはね、やりたいなとは思ってるんですけど。了解しました。でもなんか深入りを使ったブレンドが増えすぎるのってちょっと別の。まあ確かに、それも言えるね。うん。はい、ということでですね、今、フレーバーでは、キーマンの深入り、一押しになっておりますと言ってもまだ販売のとこまでちょっと用意できてない部分もあるんですけどね。まあこれで本格的にキリマンの深入り、売っていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたしますということで、今日はこれですね、青空の誘惑に、しました。そして、今日の、格言はですね、ワクワクは一瞬で花開く。なんか、この格言の解説が全くなかったような気もしますが、まあとにかく、これぞっといけるぞと思った瞬間から、どちらかというと一気に、花開いたという感じがするので、まあ良かったかなと思います。ということで今日はここまでという。